ソウル特別市内の市南寺石島地図、南寺石島公園観光の河原の地下鉄、南寺石島駅南寺石島は、大韓民国ソウル特別市を流れる観光ののかす。同市の英東北に属するほら、観光に面した縦3キロメートル、横1キロメートルほどの広さの島で、韓国の国会議事堂や政府機関が置かれているほか、大手金融機関やメディアの本社が多数立地しており、 超高層ビル街を形成している。南東部は高層住宅街となっており、約3万人の定住人口がある。韓国では面積換算の単位としても用いられ、土地の広さを説明するときに、南寺島の倍という言い方がよく使われる。韓国証券取引所が立地し、周囲に証券会社が集中している。 1985年開業の大貫生命63ビルは、軌道ハイペリオンが完成する2003年まで、韓国で最も高いビルであった。2012年には、高層ビル4棟で構成される、ソウル国際金融センターが、全面開業し、高さ約285メートル、地上55階建ての第三国際金融センターが、ソウルで最高層のビルとなった。 南寺石島に立地する企業、経済関連の主要施設として、LG グループの本社ビルである LG ツインタワー、国民銀行南寺石島オフィス、全国経済人連合会の本部ビルである全、協連会館なども挙げられる。かつては三大テレビ放送ネットワークの中枢機能が集中していたが、SBS は2004年に本社、放送センターを日が湧く牧道へ移転した。 また、文化放送も南神島放送センターと、蚊屋市のスタジオ旨、ドリームセンターの機能を統合するため、2014年に、朝浦九条岩道へ本社を移転した。これで南神島に本拠を置くのは、韓国放送公社だけとなった。KBS 別館は、1979年12月に、竣工した、東洋放送南神島スタジオが1980年の、 言論統配合によって KBS に移管され、現在に至っている。また、KBS 本館に近接する東亜日報社別館も、元は、東亜放送の事業拡大に備えて建設されたもので、ある。南寺石島純福音協会や、同協会と関連の深い国民日報本社がある、CCMM ビルも南寺石島に立地する。このように川の中洲に、経済や、 マスメディアの機能が集積したことから、かつて南寺島は、ソウルのマンハッタンと、しばしば形容された。しかし南寺島唯一の高級ホテルであった、ニューマンハッタンホテルは2004年の改装を機に、レキシントンホテルと名称を改め、南寺島をマンハッタンになぞらえた時代の名残の、一つが姿を消した。広大な広場は、 労働組合や政治団体の集会に用いられていたが、現在では南寺島公園となっている。以前のような大規模な政治集会などは行われなくなり、週末にはキャンピング場と季節広場の2カ所にはレジャー客のテントが立ち並ぶ。1751年に編纂された都の城三軍門分解総録に初めて南寺島の名称が登場する。 川が増水すると島の大部分が水没するため、住宅は建てられず、羊や馬の放牧地として使われた。日本統治時代の1916年に、軍用の南神島飛行場が建設された。1929年、日本航空輸送が東京、大連を結ぶ、航空路を開設、その中継地となり軍民共用飛行場となった。第二次世界大戦後、 大韓国民航空車の拠点空港となった。1958年に民間便は金浦国際空港に移転した。その後空軍基地として利用されたが、1971年に閉鎖され区画整理が行われた。1975年に国会議事堂が中区太平路から移転した。マスコミなどでは国会内し国会議員を指す故障として、 南寺島が使われることがある。観光に面した一帯は、観光市民公園、南寺島地区として、スポーツ施設が整備され、1997年、観光の支流周辺には、南寺島支流生態公園が造成された。アスファルト式だった南寺島広場は、1998年から1999年に、かけて緑地化され、南寺島公園となり、 市民の憩いの場となっている。地下鉄5号線、地下鉄9号線が通り、南寺石間駅で両路線が接続する。南西から北東を通る5号線だけの駅として、南寺たしかなる駅、北西から南東を通る9号線だけの駅として、国会議事堂駅、石棺駅の2駅がある。南寺石間へ行く場合は、前述した5号線、9号線の4駅のほか 京府線の江東保駅や大型駅からそれぞれバスを利用すると便利。また同線新吉駅から南神島へつながる橋もある。ありがとうございます。